しっかり、ね、美しいまつげを育て上げてください。はい、50歳からの美顔は武器になるメイクアッププロデューサーの翔子です。はい、皆さんこんにちは。はい、今回はビューラーの話をしていきたいと思うんですけども、皆さんね、あのまつげすっごい大事なんですよ。結構ね、今エクステつけてる方とかもね、いらっしゃいますし、すっごいつけまつげもたくさん出てるってことは、とてもまつげが印象的に使うとものすごい好感度高いっていうことなんですね。でもあのつけまつげするのめんどくさいわとか、あとエクステしてるとね、どうしても自分のね血まつげが抜けてきちゃったりとか、トラブルを起こす方もいらっしゃるので、あとねメンテナンスが結構大変なんですね。あの結構2週間に1回ぐらいしとかないと歯抜けになってたりすると、逆にみすぼらしかったりするので、エクステをねつけてる方はちゃんとメンテナンスを結構ねまめにするっていうのを思ってつけてください。だったら自分のまつげを大事にして長く見せるとか、マスカラのね方法とか、まずあの上げるだけでも全然変わってきます。まぶたがねこう重たくなってくると、まつげが上がりにくくなってきたりするので、まずねしっかりまつげをねこう抜けないように育ててあげるとかっていうと、眉毛のねこういう美容液とかもあります。なので普段ラフなね格好をして、ちょっとオフの時っていうのは、ね、何もしないかって言ったと、まつげをね上げて美容液塗っとくだけでちょっとキュートに見えたりするので、その上げ方のコツを教えていきたいと思います。では行ってみよう。はい、まずね、ビューラーもいろいろタイプがあると思うんですけども、あのおすすめなのは資生堂ね、こちらの方、どのまつげね、あのでも、まあ、合いやすい、比較的、どの目の角度でも日本人には合いやすいっていうのがこの資生堂さんのビューラーです。これも本当に私仕事でね、ここのところだけをいつも変えて、ずっと何十年も使っているものがこちらなんですけども、自分にあの合ってね、最近使いやすいなと思って使っているのがこのスック、ね、こちらの方になります。なのでね、悩んでる方だったら、まあ、あの間違いないのは資生堂かな。ただ一回ね使う機会があるんだったら、自分のまぶたに当てた時にこの上の部分、この上のフレーム部分とこのまつげのこのフレーム部分がこうね、このカーブがぴったりと合うものがあると使いやすいです。なので実際私こちらのスックの方で今日はやっていきたいと思いますけども、まず、根元からパッチリ上げていくと目がねパッチリ可愛く見えてきます。ただ今あのどちらかというと、本当にアユが流行ってる時はね、まつげをどれだけ伸ばすかっていうのが流行ってたんですけども、ちょっとねやはり目に色気をっていうところで、少しねあのまつげの半分ぐらいがこうちょっと上がってる、こう綺麗なカーブを描いていくと、少し色っぽいまつげになってきます。なのでね、ガツンと上げる形じゃなくて、根元は少し起こすんですけども、そこからカールはね半分ぐらいからちょっと上げていく感じでやるとね、綺麗なまつげになっていきます。でまつげもね、あのどんどんね短くなったり少なくなってきたりするので、美容液をね、つけていきたいと思うんですが、まずは上げちゃいます。で上げる時に持ち方としては、親指とこのね薬指を入れていただいて、この人差し指で支える状態っていうのを持っていて、でまずこの上のねまつげの際ギリギリですねと、この、ね、一番上の部分を合わせていく状態にしていきます。でね、ちょっとね合った時に軽く挟むんですけども、この時に根元を少しだけ上げてあげます。でそこから肘をちょっと上げた状態から少しずつ上に上げていくと、綺麗に上がってるの分かります？ちょっとね今鏡をしっかり見てなかったのですけども、ここでしっかり挟み込んで見えて、肘を上げていく状態で少しずつ上げていくと
感じ、ね、しっかり上がりますよね。でそこから、美容液のアイズアイラッシュリポゾーンっていうまつげの、美容液、こちらをね結構私長いこと使ってます。根元の部分にちょっとつけてあげて、もうマスカラつけるみたいにね。で下まつげもちょっとつけておきます。でこれはもう美容液なので色がついたり全然しないんですけども、ちょっとねこのつけてあげるだけでまつげがねしっかりしてくるんですね。なのでちょっとこうね指でこうなじませてあげて、あのほとんど、オフな状態なんですけども、まつげだけ少し綺麗に上がってるとキュートに、自分で言っちゃったけどキュートに見えませんか。こんな感じでございますね。皆さんも自分のね今日はオフだからって言って何もしないんじゃなくて、ちょっとねまつげのお手入れを一緒にね上げてからね、ここを入れてそこからこうで、ね、ちょっとずつ肘をね上げていくのがコツです。で上げたらねこうなってるのを根元しっかりつけてから下のねまつげとかもしっかりつけてあげて、ね、指でなじませると。でしっかり、ね、美しいまつげを育て上げてください。結構ねずっと、つけてると結構モデルさんとかでもね、すごく長くなったり増えたりする方っていうのが結構いらっしゃって、あれなんか長くなったねっていうと、必ずまつげ美容液を使ってる方がすっごく多いので、私はねまつげが短くてとか少なくなっちゃってとか、あのボリュームがないんですお悩みの方は、ぜひともまつげ美容液をつけていただけるといいかなと思います。まずね、私はこちらの方使ってるんですけども、今は種類が結構ねたくさん出ているので、自分のね目的に合わせたものを選んでいただけるといいかなと思っております。またねいい情報が入りましたら、商品に関してもねまたどん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 お知らせしていきたいと思っております。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったら高評価ボタン、ね、登録ボタンよろしくお願いいたします。ではまたの動画でお会いしましょう。